おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。タッキングです。えー、今日はですね、2022年後期の保育原理問1について、社会的責任とか保育指針の総則ですね、について調べてみました。いきなり難しい問題でしたけども、ちょっと頑張って解説していきたいと思います。では、どうぞ。問題です。 2022年後期保育原理問1、次のうち保育所保育指針第1章、総則1、保育所保育に関する基本原則5、保育所の社会的責任に関する記述として適切なものを丸、不適切なものをバプとした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい子供の人権に十分配慮するとともに子供一人一人の人格を尊重して保育を行う 入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努める。子どもの生活リズムを大切にし、健康安全で情緒の安定した生活ができる環境や、事故を十分に発揮できる環境を整える。地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に保育の内容を適切に説明する。 はい。これは2番の〇〇○バツ丸が正解で C だけがツなんですが、これを詳しく説明していきたいと思います。ポイントはですね、問題の通りなんですけど、保育指針の第一章の構成をどこまで深く理解しているかというところです。今日もやっていきましょう。はい。いつもの保育指針とはなんですが、保育の基本的な考え方や、 狙い、保育内容と運営に関することを定義しているもので、第1章から第5章まで構成されている保育士にとっての教科書みたいなもので、試験でも保育指針を元にした試験問題っていうのがよく出ています。とても重要なものなので、押さえとくものですね。そもそもなんですけど、1960年、 から保育指針っていうのが発行されて、で、何回か改定があって、現時点、2023年の1月の時点では、2018年4月が一番新しいものとなっています。改定内容は今回は割愛していきます。構成は全文から5章までなんですが、第1章、早速は保育の基本的な方向性、大枠の部分ですね。 こういうルールでやっていきますっていうところで、そのルールに基づいて細かく保育の内容が記載されて、で、食育とか安全管理、災害のところですね。子育て支援があって、で、職員の支出向上があるというような構成になっています。今回は第一章の相続について見ていきたいと思います。相続は、 1. 保育所保育に関する基本原則っていうのがあって、で、用語に関する基本的事項、保育の計画及び評価、幼児教育を行う施設として共有すべき事項のこの4つで構成されているのですが、今日は第1章の1保育所保育に関する基本原則に沿って見ていきましょう。 保育所保育に関する基本原則の1位が保育所の役割とは2、保育の目標とは3、保育の方法とは4、保育の環境とは5、保育の社会的責任とはというこのカッコ5までの内容で構成されていますね今回の問題は保育所指針第1章1の5の保育所の社会的責任とは何かというところでしたね あ、保育所は子供の人権に十分配慮するとともに、子供一人一人の人格を尊重しなければならない。い、保育所は地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。う、保育所は入所する子供等の個人情報を適切に取り扱うとともに、 保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。はい、もうこれで問題解けますね。子供の人権に十分配慮するとともに、子供一人一人の人格を尊重して保育を行う。はい、明記されてましたね。入所する子供等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るように努める。これも明記されていました。 子供の生活リズムを大切にし、健康安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整える。これも大事なことではあるのですが、これは第一章1の3、保育の方法に明記されているところです。地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に保育の内容を適切に説明する。これも書かれてましたので、 丸、丸、バツ、丸の2番が正解でした。難しいですよね。こんな、ちゃんと最後まで覚えてるかっていうところではあるかと思うんですけど、C だけ性質が違うのかなっていうところで、解けたらラッキーぐらいで思っといてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。 はい。今日は2022年の後期の保育原理問い1についての説明でした。えー、っと、まあ、これ以外にもですね、あの、他のいろんな問題も解説しておりますので、えー、よかったらそちらも参考にしてください。はい。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。